高田氏が因縁の相手田村との2ショットを公開。元総合格闘家で理人の統括本部長を務める高田信彦氏がインスタグラムを更新。かつての盟友で引退試合の相手も務めた田村清志氏との2ショットを公開し、往年の格闘技ファンの涙を誘っている。リングの上で様々な因縁を抱えた二人だが、あれから十数年以上が経過した2018年、高田氏と田村は最高の笑顔を浮かべて一枚のフレームに収まっていた。サングラス姿の高田氏は笑顔で田村の肩を抱いている。黒の T シャツ姿の孤高の天才も白い歯を見せている。二枚目の写真ではがっちりと手のひらを重ね合い握手も交わしている。1990年代にはワフインターの同志としてプロレスファンを熱狂させた二人。高田氏は田村清志氏と久々の再会で杯を交わす。元気そうでいつ会っても変わらなくてなんだか安心したよと綴りにショットを掲載。ユーインターファン感動の嵐、涙が止まらない2ショットです。するとファンからは男の中の男、すごいツーショット、泣きそうになります、この2ショットは嬉しい、涙が止まらない2ショットです、などと続々とコメントが書き込まれていた。格闘技界に伝説を作った高田氏は2002年の11月24日に引退試合を行い、当時の相手を務めたのが田村だった。結果は2ラウンドで失神系を負けしたが、試合後に高田氏は田村に対してお前は男だと発言。以降このフレーズが頻発されるようになったことでも知られる。現在は56歳になった高田氏と17日に49歳の誕生日を迎える田村、平成プロレス史に名を残す二人が平成最後に笑顔の共演を果たし、プロレスファンを感動させていた。